これなんですけれども、開けてみると4両の車両が入ってますね。4両編成だったかどうかも実は覚えてないんですけども、要はこれ博多を出て久留米行って九大本線で湯布院寄って、まあ大分あるいは別府、まあ大分かなっていうような経路をたどっていたと思います。またしばらく JR 九州はその災害が多かったんですよね。その雨だのの影響が多くて、九大本線も止まっていたと思うんですけども、もう全面復旧したのかな。あれ、これリレーラーのはめ方おかしいのかな。おかしくないよね、はまってるよね。おお、間違った、こっちじゃこうだ。その JR 九州、まあ自分が九州出身っていうのもあって、 JR 九州、まあ JR の中では応援してるんですけれども、なかなかこう自然災害っていうのはとは言ってもね、なかなかやっぱりこう厳しいですよね。でその JR 九州だけでなくてもいいんですけども、 JR って要は民営化された会社なので、まあ公共交通機関を担っているといえば担ってるんですけれども、とはいえ民営化された会社なんで、その自分のところの会社としての、うわこれリレーラーがうまく乗らないな、なんでだろう、会社としてその利益を出してまあやっていかなきゃいけないんですけれども、その会社として利益を出すっていう時に乗らないな、このリレーラーあんまり良くないのかな、もう全く乗らないな。会社として利益を出していくっていう時に、その鉄道輸送からの何て言うんですか、運賃だけでやっていくっていうのはなかなか難しいところに来てるような部分があるのに、まあ鉄道は災害で止まっちゃったりするとどうすんのっていうところなんですけどもね。これってこれで前照灯がついたり、あ、つきましたね。動くかな。灯もついて、こういう感じで、なんか最近こうあんまりこう、まずはその
レールはこれ以上増やすことはまああんまりしないようにというか、もう場所的にそんなにレールを増やせるあれでもないのでっていうのはあるんですけれども、まあこうジオラマっていうのはちょっと違うかなと思って、そういう方向には走らないだろうなと思ってるんですけれども、まあなかなかこうバリエ列車のバリエーションが増えてきた時に皆さんどうしてるんですかね。僕は結構こう列車をレールの上に並べておきたいんですよね。そのホコリかぶるとかいろいろあるんでしょうけども、あともう一つ思ってるの、もう一つ最近こうやって走らせると思ってきたのが、車内灯っていうのがその売って、車内灯をつけるってことができるんですけれども、その車内灯をつけるついてるのっていうのが、例えばここに、ここに見えるかな、ここにっていう自分の手が見えてないか、見えてないか、ここに七つ星が止まってるんですけれども、この七つ星は実は、最初から一部に、車内灯がついてます。で、この七つ星の車内灯は、あの、卒業者かな、まあ一部だけついてるんですけれども、やっぱ暗い中走らせるとかっこいいんですよね。まあその選ぶ基準がかっこいいっていうね、こうどうなのっていうのはあるんですけれども、そのかっこいい、すごく単純なんですけれども、かっこいいっていうその言葉で、ああ室内と車内とっていうのもいいなぁと思う。今七つ星が走ってるんですけれども、見えますかね。一部に、先頭の機関車 DF200 だっけのから、当然一番前、まあ前照灯がついてたりするんですけれども、だから、客車の2両目、機関車から数えた前から3両目が、室内灯というか、ちょっと室内灯というにはあれですけども、ガラスの中にこう電気がついてるんですね。これ1台だけ最初から電気が入ってるんですけれども、まあ確かにちょっと七つ星は個室なんで、全部に室内灯みたいなのつけるのはちょっとかっこ悪いんで、それはしないと思いますけども、例えば今走ってるこの今レールに両方、今さ新しく乗せたこの湯布院の森で、この湯布院の森をの車両を見た時に、こう全部車内灯ついてるとかっこいいよねっていうのがだんだんミーハー心で、ああ車内灯っていうのはいいのかななんて思うようになってきましたね。そのちょっと作りのつけるのに自分で手作業をつけなきゃいけないんですけれども、まあそれをやってる間に車両壊せたらどうよみたいな話はあるんですけれども、まあ最近この車内灯っていうのも興味あって、ちょっと考えたいなと思ってる感じですね。まあまたこの話がずれてしまったんですけれども、今日このご紹介は、もうすぐ多分映ると思いますけれども、これですね、今の坂を登っているこの湯布院の森号、これを買ってみました。なかなかこう言い方が微妙ですけれども、ちょっとまずは七つ星を取りますよ。これ言い方が微妙なんですけれども、こう車両の
まあこんなもんだったのかもしれないんですよね、乗った時から。で実際見てもこんなもんなのかもしれない。まあずっと昔のディーゼル自動車、ディーゼルカーですからね。まあまあ車両はかっこいいとはいえ、まあ古いあれだったろうから、まあいろいろあるんですけれども、果たしてこれがこんなだったかなと思う部分もありますね。こんなだったかなっていうのは、もっと多分頭の中ではすごくいいものとして印象の中に残っているような気がしますね。まあこんなもんだったのかな、こんなもんなんでしょうね。いろんなものがあると思いますね。全くこれ今湯布院の森の説明じゃないけど、湯布院の森買いましたとか言いながら、いろんな列車が動いてるんで湯布院の森ばっかじゃねえじゃんみたいな話になるんですけれども、例えば今からこれリバティが動き始めると思うんですけれども、このリバティを見るとですね、ああこうだったよねって思うんですよね。なんかこんな感じだったよねって こんな感じだったよねっていうのは、車両が動いてる時にその車両の、実際自分が実は車両の外側はほとんど見てないんですよね。その入ってきた時に車両はちょっと見て、降りて、確か終点だったかな、降りて出ていくところなんで、それほどなところは見てないんですけれども、やっぱりこの車両の見た感じっていうのはあって、まあこのリバティとか、あるいはこの七つ星とか白いカモメとか、あとまあ正確には同じものに乗ったかどうかわかんないですけれども、国鉄色の機動車のキハとか、あるいはハイパーサルの緑とか、こういうのはまあなかなか乗った感じ、乗って覚えてる車両のイメージと、まあ鉄道模型全体のイメージってなかなか合ってるんですけれども、こう湯布院の森はこんなちょっとあれこんな色だったかなって思うところがあるっていうのと、もう一つやっぱりこの湯布院の森ってハイデッカーになってて、その特にこの車内の色がガラスが、これガラスが、ガラスじゃないな、窓ガラスに当たる部分が薄い暗い色だからかもしれないんですけれども、なかなかこれはやっぱり本当に室内灯がやっぱり欲しいと思いましたね、というような湯布院の森の紹介でした。これ最後までご視聴ありがとうございましたっていうところですかね。どうもありがとうございました。